こんにちは、シュウです。今回は新キャラの情報が出たんで、それについてご意見させていただこうかなと思います。いや今日ね、マック行ってハンバーガー食べたんだよね。なんでテンションが高い。いやハンバーガーって無難にうまいよね。はい、これだね。いや強すぎだねってキャラがほとんどいないんじゃないかな。でまず火属性からで、今回ねこの子が初の火属性のダメージ吸収無効。火属性だけ今までいなかったんだよ。で吸収無効はね、本当に何体持ってても損はないってぐらいだから、まあまあまあ持っといて損はないのかもしんないけど、まあ火属性っていうだけあって、火属性寄りだよね、スキルが。火作って無効だから、封じの方がね、なんて言うんだろう、一番どんなパーティーでも入るけど、まあ持っといて本当に損はないと思う。本当に継承用としてめっちゃいいと思う。ただサブで使うのだとね、覚醒も少ないし、リーダーで使うのだとしても倍率はめっちゃ高いんだよ。なんだけど軽減もないし、多分継承用かなっていう感じがある。なんか本当に火力お化けなのかな、24倍かな。なんでなんかヨーユーの親戚みたいな感じじゃないかな。ヨーユーもね火力お化けだからね。で次エア、この子なんかリーダーで今回のキャラだと一番強いんじゃないかな。落ち込んなし、攻撃4倍、ドロップ2秒延長、4色以上軽減、攻撃4倍。軽減もねさっきと違ってあるし、まあ、リーダーとしては一番強いと思うけど、なんかどれ見ても覚醒がね7コンボ強化もほとんど闇のやつだけあるのかな。ないし多分ちょっと微妙感はあると思う。なんか当たって動画で使う可能性はあるけど、本当にプライベートで使うことは一回もないんじゃないかなっていう。やべえな、文句しか言ってないように聞こえんな。で次エンキデューだね。エンキデューはワイルドセンスだね。これワイルドセンス2枚でループになるのか。ただワイルドセンス2枚入れるのもね、なんか微妙かなっていう感じもあるし、リーダースキルが神 HP 攻撃 1.5 倍、6コンボ以上攻撃5倍、ドロップ消した時回復 ×20 の HP 回復。はい、ちょっとよくわかんないです。で次シャマシュシャマシュ、なんかこういう芸人さんいたよね。ローションローションみたいな、シャマシュブラジャーシュで、シャマシュがスキルがジャッジメント3、敵の HP30% 減少、バインド覚醒3ターン回復。30% ギガグラと覚醒無効はね解除激アツだけど、20ターンっていうのも重いし、多分これは多分継承とかでもそんなに使わないんじゃないかな。リーダーとしてもね多分そんな使わない。なんか今日ダメだな、全然褒める褒めたいところがそんなないな。いやでもこっからだね。アルラッテュ、アルラッテュは意外と強いと思う。今回一番アルラッテュが欲しいかな。覚醒で7コンボ強化2つっていうのが激アツだよね。でスキルも本当に強い、敵を3ターンチェーンプラス3色陣、これは本当に強いんじゃないかな。サブでワンチャン、継承ワンチャンで、リーダーでも 7×6 でね11個だから全然ワンチャンあると思う。はい、そんな感じかな。やべえいやなんかさ、ちょっと今回愚痴動画見たくなってるけど、さっきゴッドフェスの目玉がないよね。なんかコラボに行き過ぎじゃない、強いキャラが。最近だとエドとか悠々白書のユウスケとか、あとあいつ天妻ガチとかディアブロスとか、なんかゴッドフェス本体に、ちょ今ゴッドフェスの話してます。ゴッドフェス本体になんかオリジナルキャラっていうのかな、になんか目玉っていうのがいない気がすんな。イデアルとかだよね、その本家で言うなら。ただ本家はあれ、流刊誌流刑誌ガチャで、なんかゴッドフェスっていうので、なんか目玉が欲しいかなっていう感じがある。ちょ、モンストの話すんだけど、明日からモンスト超重心祭なんだよね。で、モンストだとなんかマナとか、なんか新キャラとか欲しいのいいんだけど、今あんまりいないんですよね。ちょ、なんか今日すげえな、文句しか言ってねえな。で、今回この、なんだっけ、メソポタミア文明だっけ、なんかそういうのがゴッドフェスのね、新キャラで来るのかなと思ったらまた別なんだよ。なんか昔こういう新キャラとか追加されたらさ、ゴッドフェスで超絶かける3倍みたいなので追加されるじゃないですか。なんだけどそれとは別で、ゴッドフェス終わってからこのメソポタミア神だっけがなんかこうやって追加されるみたい。だからもう被んないのかな、ゴッドフェスと新キャラ。なんでこれ狙いでね、このメソポタミア文明引くかって言われると多分引かないんだよね。じゃあゴッドフェス引くかって言われると多分引かないんだよね。だから多分どっちにしろ引かないんだよね。ただ楓ね、進化で強くなったから楓欲しいっていう人いいんじゃないかな。でこの時期に引くならこの悠々白書のユウスケ狙った方がいいんじゃないかなっていう気もする。やべな、今回文句しか言ってない気がすんな。はい、ということでちょっとガチャ一回引いて終わります。はい、ユウスケ出たら勝ち、ユウスケ出なかったらもうそこで終わります。